チャンネルはよい朝のライブですこれからできるだけ毎朝やっていきたいと思います。でなぜですね、毎朝のライブをしようと思ったかというと、まあ一つはね、最近としてて朝早く目が覚めちゃうというのもあるんですが、もう一つはですね、2024年は、ここに映っている、この朝の陣屋に残る札座 これのですね、応急処置をしようと思うんです。で、この建物200年前に建って、100年前に1回ですね、大規模な屋根のね、川田街なんかが行われて、それからまた100年が経ちました。こういう建物って、川田ってね、100年が寿命で、で100年経って屋根吹き替えするときにいろんなとこ直すと、 あと100年持つんですって、だからこの建物、200年前に建って、100年前にメンテナンスが行われて、であ今回100、ここで100、えー、メンテナンスをやれば、あと100年持つんですね、うん。ところがですね、ここでメンテナンスが行われなくて、この建物は消滅してしまうかもしれないと。 いや多分消滅してしまう。でもこれはもったいないなと。兵庫県の IOI にあるんですけど、兵庫県の IOI c にある武家が作った200年前の建物ってのはこれしかないんです。あそもそもね、武家が作った建物が200年前から残っているということ自体が、割と珍しいんで、で中でも IOI は、 大きな大名がいた町ではないのでね。頭本、浅野家三千石の若狭の陣屋があるぐらいで,で、その中に唯一残っているのがこの小田座なんです。ということで、これって価値あるんちゃうんつかもう一つ。将来、相生が観光地化を目指すとしたら、 若さの陣やって、その重要なアイテムになるよね、と思って、で、これ残したいと言ったんですね。でね、浅野さんと話をして、これちょっと解体待ってください。あそもそもこういうのってね、地元のね、 行政あたりがきちっとすればいいんですけどね。うん、IOC そういう体制がないのでね。それで、じゃあ、私が微力ながら努力してみますということで。それが2016年の話。もう7年経ちました。で、その間にね、痛みが進んで。これ、雨漏りなんか、 したすとやばいので、将来はこう全面的に屋根も吹き替えて、きれいにして観光資源にするんですけど、それをその前に、とにかく応急処置をせなあかんということで、来年早々にもクラウドファウンディングをやってみることにしました。 初めてのクラウドファンディングなんで、一体どうしてんや、ということをですね、今ですね、一生懸命研究しているところです。ところで、このツイッターのチャンネルなんですけどね、ここの名前が浅野陣也になっているでしょ。でそもそも私これこ YouTube したりね、からツイッター、Facebook もやってますけど、 YouTube も Twitter ももともとはこの建物をなんとか維持管理してできたら補修しましょうということで朝の陣や保存ネットワークというですね組織でもないなそういうチームがあったんですよね。 で、その時にツイッターを始めて、これだから朝の陣夜になっているんです。アットマーク朝の陣夜になっているんです。これがそもそもの出発点なんですね。でもその後、その保存活動がですね、資金調達面でうまくいかなくて、でですね、例えば YouTube の方はね、とりあえず、 チャンネル登録者増やして、まあ、少しでも収益得たいということで、名前がいろいろ変わって、まあ、日本史オンライン講座の方は、それはそれでいいとして、もう一個の方はね、どんどん名前が変わってるんですね。で、今、チャンネルあいおいになってるんですが、YouTube の方は、あいおいの人向けのね、動画多いから、これは残しとくと思うんですけど、 あチャンネル IU のままね。でこちらのツイッターの方は、これはあの、クラウドファンディングのね、呼びかけに使おうとしますと、チャンネル IU よりも、元々のアソノジンヤネットワークの方がいいよねと、と。そもそもこれ、アットマークアソノジンヤになってるしね。だからこう原点に戻って、 アットマーク、朝野陣夜、朝野陣や保存ネットワークのツイッターに戻りたいと思います。原点に戻りたいと思います。でどうやって直すかということで、うん、プロフィールを、編集をクですね。名前を変えなあかんですね。名前を変えます。 あさの、おおおっ。さの、ちいや、そう、うんえっと、ワーク。はい、これで出発点、2016年に Twitter とか YouTube を作った時の一番最初の名前に戻りました。 で、ここに、最後に自分の名前をつけておきましょう。あこ,こですねこ。この説明はですか。はい。2024年。ここに。あ、142文字か。 それでは、あの、処置、の、クラファンってみんなわかるんかなクラファンを、ん よこ告しておいて。 ましょうこれでいいですね。ウェブサイトはいいですね。で、保存を押すと。あ簡単に保存できた。前保存しようとしたときはいろいろロボットじゃないことを証明しろって、あ、やっぱり出てきましたね。うん 石の数を一致させてください。1、2、3、4、5。5かなこれ石なんか6個かなこれよくわかんないですよね。5個ですかね、えー。マッチングさせましょう。石の数を一致させてください。どうするんだろう ?5 個か。1にしろ。あ、1ですね。はい。そうし はい。最近、こういうふうにして、ロボットかどうかチェックするのがね、増えてますね。うん、で、自分の最初に。はい。これで一つ SN、SNS の発信手段ができました。あと、何をすればいいのか。あそうそう。 クラウドファンディングをやると思いますと、リターンっていうのを考えなあかんのですね。で、クラウドファンディングって、2種類あるんですね寄付型というのと、この物品販売型、購入型っていうのかな。で、購入型っていうのはなんか物をね、新製品を売るためにつく、やるクラウドファン,ファンディングらしいですね。最近、あの、こんな新製品作りましたので、これを予約。 してくださいと。そういうものかな。予約して購入してくださいと。で、これは旧型なので。でね、リターンね、他のクラウドファンディングやってるのが、どういうあのお礼をしてるのかなって見てね。お手紙を書くとか、あと、なんか簡単な記念品のようなものを作るとかね。うん 寄付型の本質というのは、記念品をもらうことではないらしい。で、私はそれを、あ、そうやなと思いました。うん。なので、とできるだけクラファンで寄付してくれたお金は、これの補修に充てたい。 だから、お、ま、礼、あ、としては、何が一番いいかなと思って考えて。でね、やっぱりこれを保存する活動に参加してもらうということがお礼になるんちゃうかと思って。で、一つはですね、 毎日この朝のライブをやりますので、今これオープンにしてますが、将来的には、クラファンに参加してくれた方限定にして、で、このライブを通じて、この札座を補修していく。そういう プロジェクトに一緒に参加してもらいたいな。それから、この札座って、だ若さの陣やなかなか面白いもんなん若さの陣や徹底解説。あう u m で来,来てくだされば、私が解説しましょうと。で、私のガイド料。それを、 全部チャリティーで。私もチャリティーでガイドしますで。皆さんも私のガイド料に当たる分をチャリティーでクラワンしてください。それから、旗本浅野家若狭の三千石。ここは中世の大木矢野の省の中心部、当時百合文書で有名な 当時、矢野の章なんですね。鎌倉時代が大オケレ矢野諸。当時に寄進さ,されて、当時に寄進されて、当時漁、矢野書ということになります。当時漁、矢野書って、すごく有名な荘園なんです。今は観光地としてね、売り出すということを IOC や地元がやってませんので、PR しませんのでね。 やってくるのは知る人と知るところを知ってるんだというね、そういうすっごく歴史に詳しい人しかやってきませんけどね。やってきた人たちは、いや、ここは面白いわ、で、歴史の宝石箱や、よかったわ、ってね、変えられるんですね。あと、大学の先生なんかもね、やってこられますね、研究するために。で、その旗本。 朝のけ、三千石の書領、そこを、え私が、ガイドして回りましょう。これも私、チャリティーでやります。だいたい半日から一日かかりますけどね。皆さんも、私のガイド料を、チャリティーで、クラファンしてください。これで行こうと思いました。で、とりあえず、まず、 始めるということで、この浅野大学をね、とりあえずやってみましょうということにしました。旗本浅野家の書量、若さの三千石を歩くとどうなるかってことは、ね、他の動画で紹介しますのでね、それを見てください。旗本浅野家の それをこう歩き回るコースでね、だいたいね、姫路城をね、ぐるーっとね、歩くのと一緒ぐらいなんですね。姫路城が、荘園にあると、これぐらいの大きさになりますよっていう、こんな感じだね。感じで言うと、えー、姫路駅から、姫路城の天守閣へ歩いていく。で、姫路城に帰る。 そういうぐらいの距離になりますかね。あ、もうちょっとあるかな。田舎はね、近くて遠いは田舎の道ってあ、ちゃうか。じゃあやっぱね、近くて遠いは田舎の道やね。うん。近くに見えてもね、歩いてみると結構距離あるのが田舎の道ですからね。ただ六6キロぐらい歩くことになります。まあ、ウォーキングしながらね、歴史を楽しめるという。 いいところなので、うん、これもクラファンのリターンお礼にしますからね。ぜひそれクラファンでお願いします。でこういうふうに初めねクラファンのお礼をねものがいいかなっての考えなんです。半字ぐらい考えましたで。やっぱりちゃうよねと。うん せっかくこの建物を直してくださいって寄付してくださったもののね、一部をものにしてお返ししてしまうのおかしいよね。あれそういう点でね、ふるさと、なんたらかんたらでありますよね。あれおかしいと思うんですよね。牛肉欲しいから寄付するのか。 ね、家電製品欲しいから寄付すんのかじゃないと思うんですけどね。ふるさと応援なんたらかんたらってね。だったら自分が出した分はね、全額、うん、ふるさとのために使ってくださいと。なんか、ああいうのがおかしいので、じゃあ,ああいうのじゃなくて、ね、物が欲しいから、クラファンに寄付すんではなくてね。 この、この建物を直していきましょうという。でね、この建物を直して、で、若狭の神社をアイテムにして、で、旗本浅野家の書領を中世やりましょう。ここをね、まあ、観光地という言葉もちょっと変で、 最近のツーリズムでツーリズムという言葉があってね。何かを学ぶために行う旅。日本史を学びに行く旅。日本史ツーリズム。これのね、メッカにしたいんですよね。ただ、観光バスでやってきて、ちょこちょこっと見てね。 15分とか20分とかね。まあ、そういう人に来てもらってもしょうがないし。実際、15分や20分ね、宿の章にやってきても何もわかりません,、うん。もっと深い。一日かけて日本の歴史を学びたい。そういう人が来るような観光地を目指したい。 で、そういうツーリズムの拠点だから、この建物は生き残れる。あの直してもね、その後ね、これ、メンテナンスかけていく費用どうやって出すのという問題があるんで、で、この辺りがね、旗本、若狭の、旗本、浅野家、若狭の三千石の所領がツーリズムのメッカになれば、 その中の重要拠点として、ここでガイド料とか、あるいは見学料とかをいただけばですね、この建物のメンテナンスを図る費用が叶えると。そういうプロジェクトに、とりあえず、まず屋根の補修から行きましょうということで、来年1月に、できたらね、1月にから、うん、クラウドファンディング。 やりたいと思いますねで、そのための準備をね、進めていきたいと思います。で、毎日長く喋るとですね、続けられないので、まあ30分ぐらいのライブをね、毎日って、で、クラファンお願いしますね。この建物を直して、旗本、浅野家、 三千石の若さのを日本史ツーリズムの聖地メッカ拠点、有名な観光地にしましょうねというプロジェクトに参加してくださる方を探しています。よろしくお願いします。ではまた明日ということで、今日はこれで終わります。